ーエブリバディ。さあやってきました、カーボーイのドリコン GP 最終戦。台風接近の天候にもめげず、スポーツランド山梨はコースをぐるりと取り巻くドリコンファンで超満員。ギャラリーをガンガン沸かせる迫力満点大ドリフト、息を飲ませる大スピン、あぶねーの声がかかるトリプルドリフト。さあさあさあ、ドリフト尽くしの60分、一気に行くぜ。4月のスポーツランド山梨を皮切りに中山筑波と伝線、そして再びスポーツランド山梨で迎えるカーボーイドリコン GP 全4戦、その全てを見せるカーボーイ1990ドリコン GP 総集編。さあその第1戦、スポーツランド山梨の大バトルからいってみよう。ぐんぐんレベルが上がってきたドリコン野郎、ただドリフトをすればギャラリーが歓声を上げるなんてもう昔の話。ドリコン GP にぴったりのコース、スポーツランド山梨をガンガン攻める。白熱した舞台は第1コーナーの突っ込みだ。スピード角度持続性と3拍子揃ったアピールにはギャラリー総立ち。自信満点野郎は2コーナー3コーナーとピーストレの連続技で魅了する。笑い命のクラス、曲芸クラス、職人芸クラス、そしてグループ交際クラスと予選を勝ち抜いた4台がマカオ GP 招待をかけて競う激しいバトルが始まった。もう一回準備ですよ。さあ来た、よし、なかなかやるやる、出た、さあ行くか。左ハンドルながら安定した走りで強豪を抑え、スポーツランド山梨を制したのは小林 M3。 まずはマカオ行きを手にする。第2戦、中山サーキットはスタンドを埋め尽くしたギャラリーの中で始まった。中山のドリコン野郎は超過激、ハイスピードバトルがガンガン続く。審査ポイントのギャラリーコーナーはここ中山でも一番難しい。入り口から出口まで見せるドリフトを果敢にアタックする根性に大拍手が巻き起こる。予選を勝ち抜いた4台によるトーナメント戦開始だ。フリー走行のドライ路面に代わってウェット路面が勝敗を左右する。ドピンクの S30Z を借る桜本源一はこの日のために仕上げた愛車をコーナーストレートと至る所でスピンをかまし廃車寸前。
今日一番の笑いを取る。豪快なドリフトを見せる森 GTR は決勝戦に勝ち残るが、ウエット路面に足をすくわれ惜しくも敗退。息のあった服部脇との AE86 コンビもウエット路面で実力を発揮できず、予選の迫力に遠く及ばず敗退。そしてこのウエット路面を制したのは、スムーズなドリフトをコーナー入り口から出口まで安定して見せた森 RX7。 2人目のマカオ行きを手にする。雨のおかげで GTR に良かったです。どうもありがとうございました。さあ、関東に戻ってきたドリコン GP 第3戦は、全国的お盆ゴリエの真っ最中、5000人を超える大ギャラリーの拍手の中、筑波サーキットの第1ヘアピンとダンロップブリッジ下での激戦が始まった。タイヤ業界の回し物の異名を持つドリコン GP は、その実力をいかんなく発揮し、路面見えの高い突っ張のヘアピンでは盛大なタイヤスモークを上げたバトルが延々続けられたのだ。さあ、マカオ招待をかけてトーナメント戦が始まった。予選を勝ち抜いた尾形 AE86 はステファニーちゃんとのツーショットが大受け、大いに笑いを取る。職人芸の声が飛んだ。エンドレスカラーの二村 AE86 の大ドリフトにはギャラリー総立ち、拍手が鳴り止まない。しかしその実力も一歩及ばず、惜しくも敗退。4度の同点決勝で勝ち進んできたグループ交際クラスの村尾滝島光本トリオは、その予選を勝って優勝を狙う一角だが、ちょっとしたバランスを崩し、これまた敗退。そしてこの筑波を制したのは、第一戦で危ない3人組と呼ばれた中の一人、ボリド YATSX だ。このヘアピンはおろか、最終コーナー全域を真横にして走る文句なしの大迫力ドリフトにギャラリーからの拍手が止まない。私のときめきの時間、眠りから覚めた街、熱いハートが心をロマンチックにしてくれる。そして誰もいない週末の海。トータルカークリエイターカーセンタージャパンがハイグレード感、4WD 感、ディスカウント感で価値ある時間を演出します。F1 テクノロジーの中に結論はあった。マシンと呼べる高性能グッドイヤーイーグル。お求めはクラフトへ。さあ、1990ターボーイドリコン GP グランドチャンプを決める最終戦のスタートだ。昨年のドリコン GP チャンプ、山岸選手がドライブする GTR でこのスポーツランド山梨を攻めていこう。さあ、最終コーナーを立ち上がると短いストレートだ。
アクセル全開のまま3速にシフトアップしてフル加速。目の前に迫る 21R のギャラリーコーナーに素早いシフトダウンで突っ込んでいく。ここが決まれば拍手喝采、高得点。ギャラリーコーナーを立ち上がり、緩い S 字を全開でクリアすると連続ドリフト技が使える2コーナー3コーナーへのアプローチに入る。この切り返しドリフトがうまく決まればハイレベルな審査ポイントが勝ち取れる重要な連続コーナーなのだ。1周 850m のスポーツランド山梨はタイトコーナーの連続でアンダーを出さずに走るのが難しいトリッキーなコース。さあここからは 180SX の危ない3人組を追走する山岸 GTR の過激なドライビングをしばし楽しんでもらおう。
各車20分ずつのフリー走行はドリフトオンパレードだ。この間にぐんぐん上手くなっていくやつがいるから見てる方もたまらない。グループ交際クラスの過激なフリー走行が終了するといよいよヒートワン開始だ。採点は会場から選ばれた10人のギャラリーが受け持つ10点満点法。2ヒートの合計で各クラスの勝者を決めるから一度のミスが致命傷になる。ところがヒートワン開始直前に雨がポツリポツリとやってきたのだ。ドライ路面での練習しかしていない峠野郎はビビった。雨を味方にできるか、恨みの雨になるか。ドリコン GP はフランブックの様子を見せながらゼッケン1番がスタートを切った。やるやる、ラックス問題なら2コーナーを無難に抑えて踏め、よし、振り返しで入れるか。笑いのちやねんな。無難に回ったけど、ここではサイレンを鳴らしてって書いてあるけど、サイレンどうしたんだよ。やるやる。倉畑誠二、長野県シルビア、ゼッケン5番。一応おーっていう声が聞こえた。2コーナー、おおおおおおお、出るわ、おーっていう声が。おのぼり慎介、静岡県出身、トヨタ MR2 ゼッケン10番。来た、1コーナー、雨の中見せてくれるか。おあれが本当に片手だったらすごいけどな、危ねえな。やるやるやる、そのまま踏んでこい。もういい、もういい、危ねえ。さあ見せてもらいましょう、極芸クラス、ゼッケン12番、1コーナー、やるやるやる、よーし。雨の中頑張る、おー見せる見せる、おやるやる、おー、なかなか、まずまず。さあ、ゼミニで何をやってくれるか。15万。やるやる。やるやるやる。おー、なか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 。うまい。あいつうまいね。カルタスでもうまかったね。おー、繰り返し。おー、キリング。さあ、突っ込んで、来た来た、マイクが入ったり入んなかったりね。おー、やるやるやる、なかなか、あ、そのまま行け、あぶれに、伝えてほしいんですけれども、発電機の、おー、やるやる、おー、よしよしよし、発電機のところにオイルを持ってきていただきたい。やるじゃん、伝えてくれますか、どうぞ。公務員ですけど、まずまず、どこにあるんですか。おお、あのぐらいの車速で来るといいな、ウェットでも。雨だから拍手できる。そうやな、傘持ってるからな。おお、やる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 。
さあ、F 撮りを見せてくれるか、CRX。 なるほど。お、見たいんだあれがな。アドバンカラーの180は宮原久志。おめえこんでもうモーテル入れねえだろ。やるやる。1個目はグッドでしたね。シフトロックさせながらやるやる。お、三つ目決まるか。お、やるやるやる。おー、ずっと手上げてる。あ、ぶれ。あった。さあ、ストレートきました。86、大野仁志。なかなか見せてはくれます。無難に回る職人芸グラス。おお。さあ、気張って一コーナー。お、いいえ、さきさん。怖い、怖い、怖い、こいつは。ついてる、これ。秩父の峠で毎日ツインドリフトを練習しました。これは怖い。2台同時に流すことはもちろん、コーナーの出口からみんなほとんどこの。やるやる。やるやる。ここでマイクが入らないとまたこうやってます。おお、見せる見せる見せる。ありがとうくれてやんのあいつ。さあ見せてくれる。おー、気合いは入ってるぞ。よし、行け。まずまずギャラリーも拍手が起きれないから大変だよな。さあ、最終コーナーは危ない3人組180戻ってきます。折戸学ぶ、石塚明、臼井久彦。さあ、気合を入れて見せてもらおう。進入スピードもいいな。さあ、行くか。ちっと失敗だな。さあ、2コーナー、なかなか見せてくれる。いけ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 、踏んでくれ踏んでくれ。よしよし、3コーナー。まずまず、さあ最後は何点かな。たまには点数言わねえとな。オリドプラス10点だと。ちょっと甘い見てるな。泉田裕樹君、岐阜県出身21歳、以下同分。1回目で0点。お、ライトをつけて気合を見せて。お、やる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 。うまいうまいうまい。
やったやろ。そうだよ、初めからサイレン鳴らしてくれいいんだよ。やっぱりバトカーサイレン鳴らすとああいう運転系できねえのかな。田島光一ゼッケン8番 FC3 エース埼玉県出身。おお、見せる見せる。お、なんかヨレヨレしてるけど大丈夫かな。おお、そのまま惜しかったな。そのまま振り返しで入れればな。危ないやつ。ヘッドランプをつけて、おお、あ、水かけてやんの。まずまず、なかなかコントロールの大変な車だよこれ。おお、やるやる。 2本出したということは今は両手を離してたという感覚で見てやらないといけない。危ない。藤本さん、アウチですわ。ショートカット、小森春夫、曲芸クラス。まずまずウェットコンディションを無難にまとめて第2コーナー。スピーカーをよ。まずまず、おお、やるやるやる。さあ本番。まずまず、小林俊之くん、やるやるやる。無難にまとめました。1回目プラス10点。マンセル・ジェミニ。なかなかうまいんだか下手なんだかよくわかんねえやつ。春原健二君、さあ登ってきます。 FF でどこまで見せられるか。そのまま耐えられればな。失敗。コース幅いっぱいに使って。あぶれ。恨み買ってねえかその辺のギャラリー。プラス7点の公務員。さあ気合を入れて車速を乗っけて公務員。1コーナー決まったね。2コーナー、おーしよし。振り返しで入れるか。おー、中に行けるよ。よしよし。さあクレスタ、宮田くん、おーやろやろ、見せてくれます。なかなか、おーやるやる。アプローチちょっとミスったけど大丈夫かな。なかなか
おお、無難にまとめた。なかなか。さあ、宮原くん。もう無難にまとめてます、雨の中。ほら、行け。コントロールしてる。お、やるやる。さあ、ヘッドランプをつけて。なかなかここで見ると、おお、富士の一コーナーを見てるようだな。エル型が吠えてきます。山龍太郎、名取直樹、村松昌司。前回プラス9点。やってくれんじゃん。信号青はどうしたの？やっぱり青は勢いがいいのかな。ハマってるよ、そこで。みんな無責任やな。自分の車やないよ、おせおせ。さあ、頑張れよ。接近してます。見せてくれるか。あ、俺ゼッケン47、48、49、オリド学ぶ、石塚明、臼井久彦。もうおめえらの名前言うのくたびれたからいいやん。気合入ってんのか。おい、おい。でもオリドのかぶってるヘルメットはよかねえな、あれな。あら、危ねえぞ、単車じゃねえんだからよ。危ねえやつら。危ないな、これは。前回10点。オリドが一人で気合入ってんじゃねえか。何？イヤホンに登場して。
さあ最終コーナーよ、危ない3人組。さあ来たぞ、進入も高いぞ。あー行け。耐えられるか。おーあーっと行け。このトリオは今日をもって解散いたします。はい、します。はい、出しました。前回プラス10点が今回は何点か。プラス4点。グループ交際クラスのチャンピオンは ゼッケン38、39、130Z の山口くんと大浜くんに決定。最初に配信ますのはゼッケン9番スターレット KP61 栗原雅樹、神奈川県秦野市出身21歳です。さあ KP ゼッケン9番スタートしました。さあ KP61 栗原雅樹ゼッケン9番スターレット2決勝。プラス4点。15万だから潰しても惜しくはないぞ。潰したって惜しくねえぞ。頑張れジェミニー。カルタスの恨み晴らせるか。決めてます。プラス9点。モーテルに入れないアドバンから。26番宮原久志君アドバンから。さあ来たぞ。さあ 130L 型が吠えてる。山口幸雄大浜おい。さあ最終コーナーからストレート行くぞ。さあどうなる。プラス8点。グループ交際クラス敗れたり。これ20点満点でやりますからよろしく。さあカルタス乗り換えの15万のゼミニ。決められるか。
るやる。20点満点でこの決勝戦は行います。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14点プラス14点。さあ最終コーナーを立ち上がってくる。アドワンからの IAT 宮原久志。1コーナーやるやる。おお決まった決まった。おおやるやる。これが決まるやろ。さあ得点は何点だ。得点はプラス20点。雨の中果敢にピースト取りを見せた宮原186がマカオ行き決定。そしてグランチャン戦に駒を進めた。F1 テクノロジーの中に結論はあった。マシンと呼べる高性能グッドイヤーイーグル。お求めはクラフトへ。私のときめきの時間、眠りから覚めた街、熱いハートが心をロマンチックにしてくれる。そして誰もいない週末の海。トータルカークリエイターカーセンタージャパンがハイグレード感、4WD 感、ディスカウント感で価値ある時間を演出します。さあドリコン GP 日本一を決定するグランチャン戦スタートだ。ドライ路面と変わらないコーナーのツッコミをする4人のチャンピオンはギャラリーをビンビン熱狂させる。4台の走りがスポーツランド山梨全体をぐんぐん盛り上げていくのだ。4人のチャンピオンはたった10分のフリー走行でなんとかウェット路面での技を完成させようと過激なドリフトの応酬を見せる。中山のチャンピオン、そしてお人久保のチャンピオン、そして山梨のチャンピオン宮原、そしてここのチャンピオン小林。ジャパンから車1台スポンサーされるから来年のうちのレースのスポンサーはジャパンから減るんじゃないかと思って心配してますけど。 M3 から86に乗り換えた小林、あとはねえぞ。もう車速は高いぞ。とします。プラス17点に勝てるか。雨の使い手森くん、中山も雨、今回も雨。車速を上げて、高い車速は持ってるか。
さあ2コーナー、おお頑張れよ、ほら行けるの。さあ見せてくれ、行け、よし。2コーナー、やるやる、ここの振り返しだ、いけ。気合の入れすぎか、プラス17点。さあ今回チャンピオンの宮原180、オリトに勝てるか、拍手。車速を上げて1コーナー、やるやる。あーミスった。3コーナー決めて、さあ得点はプラス8点。宮原のミスに助けられたオリト。今年の最後を飾るドリコン、グランドチャンピオンは小林かオリトか。さあグランドチャンピオン、最終コーナーを立ち上がってくる小林の手か、オリトの手に渡るのか。最終コーナーからストレート、車速を上げて1コーナー、いけ。2コーナー失敗をした、繰り返しは。プラス8点。オリトこれは大チャンス。プレッシャー。グランドチャンピオンはオリトの手に渡るのか。最後のドリゴン、加速を上げて降り飛ばす、加速は高い。
3コーナー最終で、見事な振り返りにして、優勝を決めてくれたおいとみんなで頑張って、そして山岸だとか土屋だとかいろんなドライバーが次から次へとレース界にも出てくるし、オリトの行方もまだわからないけど、今後そういう可能性もあるから、みんなで声援して今回のドリコングランプリチャンピオンオリトを大事にして、今後もドリコンが続けられるよう、みんなで頑張ろう。皆さん今日は本当に応援どうもありがとうございました。今日は初め3台で出たんですけど、俺のおかげで失敗しちゃってすごい辛かったんですけど、石の橋さん、君と石岡君が励ましてくれたんで今日勝てたと思います。よくやったぞ。みんな宇津井君と石塚君にも拍手をお願いします。どうもありがとうございました。